皆様、こんにちは。はじめまして。私はアブドゥッラ・アル・サキブと申します。バングラデシュ人です。私は今20歳です。今、大学の2年生です。学部はイスラミックヒストリー and カルチャーです。そして、明治日本語学校で日本語を勉強しています。日本語はとても楽しいですが、ちょっと難しいです。私は日本へ行きたいですから、日本語を勉強しています。私は日本と日本の文化が好きです。それに日本の勉強のシステムがとてもいいです。だから日本へ行って日本語を勉強終わったら、日本の有名な大学、京都大学で日本の歴史と文化が勉強したいです。勉強終わったら国へ帰って、バングラデシュの大学で日本の歴史と文化が教えたいです。私の家族は4人です。両親と弟と私です。私の父は商売をしています。母は主婦です。弟は高校の2年生です。私の趣味はクリケットをすることです。好きな食べ物はビリヤニです。ビリヤニが一番おいしいですね。今日はどうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。